みんな元気？星井美希だよ。新曲のフルフルフューチャー聞いてくれた？美希的には今回の新曲すっごく可愛い感じでかなりお気に入りなんだよ。みんな的にはどうかわかんないけど気に入ってもらえてたら嬉しいの。ああ、そうそう、言い忘れてたけど今回のこの CD は美希の初ソロ CD なんだよ。実はミキね、ソロ CD を出せるって話を聞いたとき、嬉しくって、やったやったやったーって言いながら、事務所中走り回っちゃったの。でもね、よく考えたら、ソロ CD ってことは、ミキ一人しかいないってことだったんだよね。いっぱい曲が入ってるのに、全部ミキが一人で歌わなくちゃいけないから、大変なの。おまけに CD の会社の偉い人が、今回はミキちゃんのアイデアを目いっぱい取り入れた CD にしたいんだとか、めんどくさいこと言い出して、どんな曲歌うかも何を喋るかもミキが決めなくちゃいけなくなったんだよ。もう大変すぎなの。偉い人って時々ありえないこと言うよね。ま、でもそれでファンのみんなが喜んでくれるならミキやるしかないなって思ったの。ミキを応援してくれてるファンのみんなのことはミキも大好きだもん。だからみんなのためにミキなりにすっごく一生懸命曲を選んで歌の練習したんだよ。実はそのせいで3日2晩寝てないの。あふぅ、こう見えてミキ大好きな人のためにはすっごく頑張っちゃうタイプだから。眠いよ。でも今日が本番だから頑張るね。それじゃあそろそろおしまいにしてもいいよね。ミキいっぱいおしゃべりして3曲も歌ったから疲れたし、眠さが限界なの。お昼寝したいよ。あ、みんなもミキの CD 聴きながらお昼寝していいよ。それじゃあみんな、これからもミキのこと応援してね。バイバーイ。